イエーイ、ロックバンドオカンイエーイ、はいはい、台湾に帰ってまいりました。今日はですね、はいはい、断水の本間おっちゃんにやってきております。お見てください、これ何ですか、これは。すごいですね。なんとですね、このお城、はい、9回も、はい、持ち主が、うん、9つの国がですね、はい、持ち主が変わっていったとい う歴史がすごいあるわけですね。台湾、こんなに歴史が深いなんて初めて知りましたけども、はいはい、はい、9つもね、あの名前、うん、あの国が変わっているので、うん、なんと城の名前もですね、はい、スペインの時代にはですね、セントドミニカ城で、ポルトガルの時代にはですね、うん、オランダですね。オランダの時代にはポルトガル語で、オランダ語でアントニー城というらしいです。はい、なるほど、はい。まあでも台湾のね、あの皆さん、女性特に綺麗な方が多いですから、美しい方が、はい。そうですね。やっぱりそこにはこういった歴史があったということで。そういうことですね。はい、そうですね、明日、はい、なんとエマージュで、はい、2度目の僕たちエマージュになりますが、うん、でもね、あの前回は、いろんなバンドと一緒にさせてもらったんですけど、そうですね、今回は初となる、はい、台中でのエマージュでのワンマイラブなんですけども、なんとチケットがすでに発売してすぐに100枚以上売れておりまーす、はい、すごい、もう今、満杯に、はい、ね、どうなるんでしょう、明日は、ね、まだあのチケットの、はい、あのもう少しありますので、うん、ぜひぜひあの明日当日来てほしいなと思います、はい、思いっきり楽しみしてます、はい、ロッキン台中2013以来の、はい、台中でのライブになりますので、はい、皆さんぜひぜひお越しください。ロックバンドオカンでした。どうですか。はい、いいです。はい、最初